皆さんこんにちは、オッキーです。マンハッタンにはいろいろなエリアがあり、それぞれに特色があります。高級住宅街のアッパーイースト、再開発の進んでいるハドソンヤード、若者の街イーストビレッジなど、そんな中でもチャイナタウンは全くの別世界といった様相を呈しています。今日は旦那さんと2人で行ったある日のチャイナタウンの動画です。チャイナタウンは私の印象では年々エリアを拡大していて、以前はリトルイタリーだったりローワーイーストサイドだったりといった周りのゾーンにもどんどんと中国語の看板が増えてきていると感じます。まず訪れてみたのがこちらのお店。干しエビの小さいのがあるかなと思って覗いてみました。思った通りありました。そして種類がたくさん。この魚の干物も迫力あります。私はこちらの小さいエビを購入。1パウンド5ドル50。置いてあるタッパーで欲しい分だけすくってビニール袋に入れる量り売りです。 100g あたり約130円ぐらいなので、スーパーで買うよりも安いと思います。このお店は他にも豆や乾物などいろいろ取り揃えていました。これは何だろう、聞くのも怖いようなものがいろいろ。どうやって使うものなのか見当もつきません。レジのおばちゃんはかなり中国語寄りの英語で、私が聞き取れたのは4ドルという値段だけ。果たしてあれは英語だったのかも実はよくわからない。支払いはカードも使えるとは思うけど現金という感じ。ニューヨークであってニューヨークではない世界です。そんな干物店の次はシンガポール風の干し肉のお店に行ってみました。香港などでもこんな焼肉のお店ありました。少し甘めのタレに漬け込んだ焼肉は細切りにしてお酒のつまみにぴったり。そして次に訪れたのがデラックスフードマーケット、漢字で徳政食品市場という看板が掲げられています。南北はヘスターストリートとグランドストリートの間、東西は実はエリザベスストリートとモットストリートの間の1区画にまたがって続いているので、どちらの通りからでも入れます。入るとお惣菜の売り場があり、マーケット内はほぼチャイナ。一瞬ここニューヨークだよねと自分に問いかけてしまいます。料理はどれも美味しそうです。量り売りだと思います。ちまきに惹かれるなぁ。中国野菜も充実。そしてコリアン系の H マートで買うよりまたさらに安いかも。魚市場や精肉のコーナーもあり、とにかく店内にぎわっています。そしてなぜかこの怪しい色の紫ピンクのライト、並んでいるものは普通の野菜なのになんだかとっても怪しく見える。魚の切り身もなぜこの色の照明にしたのか全く謎です。お肉も種類豊富で結構安いんだけど、オーガニックとかの表示はみじんもないからちょっと飛びついて買う気にはなれず。そしてキャー、やっぱりなんか謎なものあった。いや、ただのうずらの丸鶏なんですけど、頭も足爪もついたままだとちょっと私には無理。そしてこっちも別の種類の丸鶏です。もう照明のおどろおどろしさも手伝って、もうこれはキャーっと心の中で言っておりました。聞いた話ではカエルの肉なども売っているそうですよ。結局ここでは野菜をちょっとだけ買いました。ゴーヤーと空心菜。この後別の八百屋に行ってみたり、中国式のパン屋に行ってみたり、魚市場にも行ってみたのですが、もう午後遅めの時間だったこともあり、あまり新鮮そうな魚はなかったので、ここはまた朝一番に出直すことにします。帰り道の途中、ガラス越しに吊るされたチャーシューや北京ダックが美味しそうだったので、ここでチャーシューを少し買いました。時々ちょっと味付けが甘すぎる感じのものもあるのですが、ここのは美味しくて当たりでした。別の日にチャイナタウンに行った時には、オクラとモロッコインゲンを買って、お茶の専門店でオーガニックの緑茶を量り売りで買うこともできました。すぐ近くの歩いて行ける距離なのに
まるで違う国に行ったかのように感じるチャイナタウン。また買い出しに行きたいと思います。そして最後にチャイナタウンに行く時の心得をいくつか。歩きやすい靴と気楽な格好の買い出しスタイルで。買い物袋や保冷バッグの持参がおすすめです。現金を多少は持っていく方がいいでしょう。中国語しか通じない、もしくはすっごい中国なまりの英語で話しかけられることがあります。でもそんな時はめげずに、これ1パウンドちょうだいとか、3つでいくらとか、要件だけ大きい声で聞いて、ジェスチャーも交えて意思疎通をすれば OK。 過去の経験からあまりにも安く売っているものは質がすごく悪かったりということがあるので注意してください。そして人混みが多いのでスリにも注意しましょう。このチャンネルでは私、オッキーのニューヨークでの生活とアメリカンベーキングのレシピ動画などを投稿しています。チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたねー。